はい、バルーンアートマニア S です。今日は最強のモンスターボール、マスターボールを作りたいと思います。作り方はね、こっちのモンスターボールと全く一緒ですね。あと絵を、この模様を描くだけです。なので、ね、作んなくてもいいんですけど、一応ね、せっかくここまで来たんでね、全部作りたいと思います。こっちは皆さんも作れましたかね。ハイパーボールとスーパーボール、4つ持ってるとね、モンスターになって使い分けできるんで、ぜひ4つ作ってください。じゃあ260からやりますね。大きめに作ると見栄えがしますね。見栄えするというか、まん丸になりますね。飛ばしてもいいんですけどね。一応初めて見る方もいるかもしれない。はい、ここまでは簡単でしたね。 1,2,3,4,5、 白は5個作りますね。そして260、紫、これを 1,2,3,4、 4つ作ります。目はここね、広げて、形を整えて、まあまあですね。ちょっとここが小さかったですね。こんな感じで、でもなかなかいいボールですね。そして黒260をちょっとだけ膨らまして、プニプニ状態、プニプニ状態作ってくださいね。そしてまず丸から作ります。丸を作って、取れてもしょうがないですね。ここに丸が1個、こっちもつけておいてください。ここと、ここ丸をつけたら、これを最後につけます。これも260のちょっと膨らませて、プニプニ状態ですね。これをこの丸、黒の上から巻いていきます。これをちょっとだけ引っ張りながら、こ
これも袋の上。綺麗になりましたね。そしてあとは絵を描くだけです。はい、絵が描き終わりました。こんな感じですね。前から見て、真正面から見た時にちょっとここの紫っていうかピンクが見えるといいですね。今回こちら川島ペンのピンクでここを塗ってみましたね。ちょっとこんな紫っぽくなったんでね、ちょうどよかったですね。これだったらいっぱい使えるんで、ね、楽に描けますね。でここは円はこれで描きましたね。マーカーエリング、このぐらい小さくしてもいいし、でかくしてもいいですね。真正面から見た時にピンクが見えてこんな感じですね。こんな感じになるといいですね。はい、今日はマスターボールでした。多分ね、モンスターボール系は今日でおしまいなんでね、4つ作ったんでね、3、4、皆さんも好きなモンスターボール作ってみてくださいね。やっぱこの赤と白が定番ですかね。はい、じゃあ皆さんこれで自分の好きなポケモンをゲットしまくってください。はい、さようなら。